二度とやりません。今日、なんか撮影があるということで無理なの。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。おやまおやまお父さんのことは私が守ることになるのかね。あやかちゃんは僕が守ります。こんなお母さん来て大丈夫？大丈夫、うちのお母さんなんやから何でもこなせるよ。やっと CM デビューができたおめでとうございます。まあそれが夢やったんで、ね、よかったです。どっか行きたいとかある？映画。今なんかやってたっけ？知らん。知らんのかい。なんやその態度。いつもありがとうって言うてんねん。短編映画を目指す監督さんたちが、姫路を踏み台にして、羽ばたいていくんですかね。そういうようなポジション的な役割に姫路国際短編映画祭が位置づけになればなということと、姫路にとっては、古くからお城祭り、浴衣祭りというふうに、古い、まあ、お祭りがあるんですが、形の変わった国際短編映画祭が、それらに準ずるような、お祭りになればなというふうに思っています。姫路が誇れるような文化イベント、姫路といえば姫路国際短編映画祭というのを、まあ、まずは日本全国、そして次は、まあ、世界中に広められるような感じに5年後に持っていけてればいいかな。